Under cost. やばいっす。めちゃくちゃ回ってこいってくるっす。オープニングは回ってんのこれ。回ってますね。回ってんの。はい。おざっす。はい。はい。今日も嫌な話だわ。でも。はい。嫌な話っすね。まあ先日ですね、はい、入れ墨ね。ここが、まあ、お前らが入ってる入ってないって、まあ、疑惑で、まあ、お前らの友達とは揶揄して、まあ、いろいろ話させていただいて、ね、はい、結構応援コメント多かったんですけど、多かったですね、うん、俺、まあ、また変なしょうもないこと湧くなと思ったけど、はい、まあまあね、コメントでそれ入れてくる人もおるもんね、入ってんの、はい、入ってないのって、まあ、一本動画に撮ったことは、まあ、一つ区切りとしては良かったんかなと思うんですけど、はい、まあ、その動画を撮ったことで、YouTube 上ではすごいね、応援してくれて、まあ別に出したりそういうことはしてないし、ね、まあそうですね、はい、もう出したら即刻クビだぞってことになってるし、はい、だけど、まあちょっと嫌なことが起きたと。嫌なことが起きましたね。うん、でちょっとこれを話していただこうか、はい。まあ今回の嫌なことっていうのが、うん、そう、なんかそっち系の人かわかんないですけど、うん、まあやからみたいに言って絡まれましたね。どこで？銭湯でです。銭湯で、はい、俺が裸で囲まれたとこ。そうですね。あそこではないです。まあそこちょっと、うん、僕もよく行くところなんで、うん、あんまりあれですけど、うん、まあそういう、まあ今でも入れ墨が入れるような、そうですね、銭湯ってあるんですけど、はい、まあ、名古屋だけなのかどうかは知らんけど、はい、で、なんて言われた？振られて、あんな動画のし何が楽しいんだって、何調子乗っとんだと、うん、いや別にその逆にめちゃくちゃ僕らからしたらですよ、うん、めちゃくちゃコメントが来るからそれに対してはっきり言ってきました。何調子乗っとんだお前って。あんな動画出して何が楽しいんだって。ってことはもうお前向こうは知っとくわけだな。あ、こいつちょこちょこ選択やつ、あいつ YouTube でどんな。はい、職人バカにしとんのかぐらいまで。うん。はい、まあ職人なのかなんか分かんないですけど、うん。なんていうんですか、多分なんかひがみじゃないんですけど、うん、結局それだけで注目されてるわけじゃないですか、僕らって。あ、俺ら。だからじゃあ入れ墨入ってますか、入れ墨入ってませんかって、うんうん、ただそんだけですよ、うんうん、僕らじゃ、うん、うん。だけどまあそれだけ。まあ、ましてや、俺が撮ったしね、あれ。まあ、俺はもう。はい、まあ、なんかやだやだってやつを、はい、まあ、俺も動画にして、まあまあその話出て、まあ、もともとはそういうことをさ、まあ、禁止だし、はい、もちろんうちも封鎖の前に出すなよって言って、まあ、民間の仕事がほとんどなんですよ、うちは、はい、その視聴者の人で建設業界で結構いっぱい見てくれてるのであれだと思うんですけど、はい、でゼネコンの下請けがあって、そのさらに下請けがあってっていう仕事よりも、うちはその民間一般の方からお仕事いただいて、はい、ライト層の、ね、塗り替えで足場も組んで防水シーリングもやって、はい、塗装もやって、ね、内装リフォームも一部やるんかな、はい、でそういうことをやっとるんで、特にね、はい、うん、それは入れ墨が入ってるやつが家のね、自分の家の塗り替えとかに来られたらやっぱ困るじゃん、はい、うん、だからまあそのね、別に入れ墨入れとんのはいいけど、まあ、出すようなやつだったら、まあ、ネックレスも禁止だしね、うちネックレスもピアスも禁止ですね、禁止だよね、はい、いうところがあって、はい、まあそれなりにみんな一生懸命やっとる中で、はい、うん、まあそういうこと言うやつもおるんだ今でもって思ったけど、いますね、なんか、うん、逆に僕はもうそれすごいなと思うっす。なんか妬みひがみなんかなと思って、うんうんうん、お前に対してのな、そうそうそう、まあ俺もあるわ言って、でも 僕らっすよ、百歩譲ってっすよ、うん、友達がですよ、うん、友達がの話じゃないですか、うん、あ、友達がね、あ、友達が地元の前回の動画そうじゃないですか、うんうんうん、友達がの、何お前何言ってんのって感じなんですよ。だけど銭湯言ってるのに見とるよ、見とるよな、お前が、はい、がっつりっていうのは、お前の友達が、僕の友達が、がっつりの僕の友達が、まあ見とるね、はい、まあ見てますね。それに対して、はい、ね、なんて言ってきたの。いや、なんかその入ってる入ったのと、あんな動画出して何が楽しいの、うんうんうん、なんか嫌なんじゃないっす。いや、その、うん、なんていうんですか、そういう人も入ってるの。そういう人はまあちょろっとっす、まあ僕、簡単に言ったら、友達ほどは入ってないけど、ケムシ程度ぐらいですね。ケムシ程度ぐらい。ケムシ程度ぐらい。一応入ってるな、みたいな。あ、一応入ってんだな、みたいな。また今から俺、ケツ出したほうがいい？はい、いや、まずいですね。ケムシが出てくるんですね、ケムシが。だけど、まあ本当にね、はい、YouTube やってると、まあ確かに調子乗ってるように見えるけど、まあ俺はもうこれもう仕事でやってね、今、はい、あの足場の勉強会、はい、やりましょうって言ってインスタに送ってくださいって言ったら、結構まあ問い合わせ来て、まあぶっちゃけそこからまだ2日ぐらいしか経ってないんですよ。はい、今ね、撮ってる最中だから、はい、あの公開されてからは。はい、で、一緒に足場の業界盛り上げとこうっていうね、はい、で、勉強会やりましょうっていうところだよね、はい、で、あれ結構問い合わせ来て、まだちょっとまだ枠は余ってると思うけど、はい、まあ、ちょっと俺今日は確認してないけど、はい、だけど何人か来ていただいて、こうやって俺らももともとその YouTube をやって、別に YouTube 収益がどの頃で知れとるからね、あんなもんは。そうそうそう、人で取ったり、こうやって俺らも時間取られてね、現場も作業止めてっていうかさ、いろいろやっとると思うや。値段は合ってないけど、でも実際求人費ももう今うちはゼロ、はい、まあ、年間何百万かかったものがゼロ、はい、プラスこうやって勉強会やってネットワーク作って、
はい、で一緒に、まあ、仕事プラスになっていくじゃないですか。足場業界がみんな集まって仕事の紹介し合って、今度こっちは暇、はい、で今度俺らが暇、はい、で今度お前らが忙しいで人貸すわ。やっぱ助け合いの力こそやっぱ組織でしょ。助け合いですね。そうそう。でそれこそ最大の文明じゃん、はい、うん、まあ、組織で働いとったらなんか儲からんとか儲かるとか言うもんで、ね、分かんないけど、でもやっぱチームワークで絶対いるからさ、ビジネスの世界ね、はい、俺もそうだしね、まあ、本当によくコメントが書かれるけど、はい、本当にこいつ無能な人間だなってよく書かれるんだ俺、コメントで、はい、コメントで、まあ、正解だなと思うけど正解間違ってない。 でも俺はまあどっちかというと、そういう人に好かれるっていうより、なんか人が俺の下だと働きたくなるような、はい、そういうセンスがあるんだよな。センスありますね。人を巻き込むような、巻き込むセンスがあるんだよな多分、はい、でその適材適所だと思うんだ。俺が現場行って雇っても、はい、なんかすぐ骨折したりもするし、はい、わーって勢いはあるけど、難しいことはまあまあできないタイプだから、はい、うん、でもそういう中でこうやってお前ら調子乗っとんな、なんだっつって、まあ俺も正直、まあ、動画にするほどのことでもないけど俺もある、はい、でお前たまたまこの間の家住みのこと出張って言われて、はい、でももうちょっと詳しくじゃ視聴者は聞きたいと思うんだよ。どうやって絡まるんだろう。やって、ね、やっちゃったっす。嘘つくんだお前言ってみるからだよ。すいません、いや、あなた調子乗ってないっすよ。全然、いや、社長が取れって言ったんで、いや、僕自分で全然こういう風に、あー先生、本当に、いや、なんかそんなのですよ。いや、僕こういう叩いの T シャツですよ。絶対言ってたから。いや、言ってない、言ってない、もう、あ、ちょーっつって嘘つくよ、お前。もう、ほんと、まあ、まあ、これもこれやった瞬間にもここ見てびっくりして逃げてたんですよ。ここ見て、ね、戦乱恐怖症だったんですよ、多分。戦乱恐怖症で。まあ、そうですけど、まあ、普通にでも話しましたよ、普通に。いや、全然調子乗ってないですよ、つって。うんうん、まあ、その逆に、その、深いって思ったら申し訳ないですね、すいませんでした。動画やっとってね。はい、動画やっとって。そんな大人みたいなこと、え、何言ってた？深いだと思ったら、申し訳ないですね、僕の YouTube、ね、僕らがやってる YouTube を見て、はい、不快だと思ったら、まあ、あなたは、はい、これぐらいしか入れず見れてないあなたか、俺がこんなガチ入ってるので、不快になったら、本当に申し訳ないねって言って、それは言ってないです。普段、動画を見て不快だと思ったら、申し訳ないですねって言ってくれないです。いや、俺、動画も湧くなと思ったら、すっごい応援メッセージくれた。そうですね。で、その後に撮った、ショーのね、足場残業が多いとか、どうのこうのっていう動画も、すごい応援メッセージいただいて、はい。俺、好感度下げるために動画撮っとんのに俺のキャラはそこじゃないからなと思ってまずいぞ、これはって。こいつに今日言われたもん、上がり社長最近上がってますよね、好感度とか言っていや、かましいわって言って俺はもう好感度下げるためのさ、役で、まあね、はい、本当に現場でお客さんたちと一生懸命やってる子たちは、まあ、まあ今こいつもだいぶちょっと、まあ、一線退いとるところもあると思うんだけど、はい、まあ実際の本当にね、うちの職人さんって、まあお客さんからよく言われると思うんですよ、本当に YouTube も、はい、見てもらってるだから挨拶がしっかりしようとか。ああ、いますね。仕事なんかほんの二の次だから、もうまず挨拶。二の次ですね、はい。うん、挨拶できんやつはもういらんし、別に。はい。でそれがまあ、どうのこうの、お笑いは知らん。そのよその会社は俺も知らんけど、はい、うちの会社はもう挨拶。もう挨拶できんかったら、どんだけ仕事が早くて、俺が儲かろうが儲かんとこか、もう俺別に十分儲かってるで、はい、うん。次のステップのためのお金。はい。まあ、俺はお金に厳しい。数字に厳しい。社員も数字めちゃくちゃ厳しい。はい、ふざけんなてめえやめてけバカ野郎って、まあ、言うことは言うし、はい、でもそれって数字やっぱ経営で現場で撮る子たちもそう、まあね、みんな動画で撮る子たちもそう、はい、遊び場じゃないもんね仕事っていうのは、はい、きちっと結果出してでまた次に成長につながって独立する子も独立進行もおると思うんだけど、はい、俺も若い時からやっぱ数字現場やりゃ1週間で終わらせろって言われたら5日で終わらせて、ねはい、それを自分の力に変えて、はい経営者になったわけでしょ、はい、だから俺はやっぱそこに対してやっぱすごい厳しいしもちろん、はいうん、だけどまあそういう、まあ、バカなことって言ったら分からんけど確かに気持ちいいよ飲み屋とかでもまあYouTube の人ですよねとかたまに言われるじゃんあれ最近言われたことありますあそれ言っちゃうあいやいやましょうそれ言っちゃったらまたやましょういや、また僕絡まれますよ。また絡まれます。また絡まれるんでやってください。いや、まだ調子乗ってないですからね。またこの動画見て。言っちゃういや、まずいですよ。またこの動画見て、深いと思ったら申し訳ないですね。まあ、その時の話は、はい、いや、こいつも出とるよって一緒に飲んだんだな、他のメンバーと。いや、いいですよ。あなたが見てない。僕恥ずかしいですよ。僕恥ずかしいですよ。俺なんか普段ヘルメットかぶったのに、この格好でね、はい、この格好じゃないか、T シャツ一丁だったか、そうですね、で短パン T シャツで、短パン T シャツで、黄色のサングラスしとったな、黄色のヘルメットかぶってました、ね、レーバンのサングラスしとったな、黄色のヘルメットかぶってました、そんな飲み屋の黄色のヘルメットかぶったら、どんだけ安全注意しとんだ、俺は。安全注意か、お前、これ、お前、ヒリングだろ、お前、それ、お前。
ねえ、よしよし、まあ、はい、まあ、声かけてもらうこと、まあ、で、インスタも見てるさ、はい、まあ、今日も女の子がね、メンションってしてくれて、はい、あれ嬉しいね、その、ね、フォロワーが多い多くないじゃなくて、はい、ね、まあ、いつもこうやって、ね、見て元気もらってますって、やっぱ言ってもらえること、頑張ってくださいってコメント入れてくれたりさ、はい、あ、YouTube のメンションとしとるから、もしとるでしょ、あの、タグ付けみたいなさ、2つあるんですね、メンションとダンソン。メンション、バンデダンソン、ビーチ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 、お前何の動画だって、お前の動画だろう今日。そうですね、そうです、動画しましょう。でも、お前さ、俺らもネタ困ったんだよな。ネタ困ったっすね。まあ、そいつに言いたいことあるの？はい、そいつに、まあ、これっぽっちの、あの、チン玉ぐらい。まあまあまあ、まあ、僕じゃあ金玉もない、こんなこれっぽっちのチンコしとったやつ、はい、まあ僕がじゃあもう本当に こんな感じでチーンってなってたやつ、もう僕がもう本当これ、もうその人に向けて言いますよ、うん、うん、まあ本当に、まあこの動画見て、あの、不快だと思ったら申し訳ないですね、すいません。かっこいいよ、お前。好感度上げに行っとるやん。いや、上げてない、上げてないで、ね。いや、普段の僕と変わらない。まあ、やっぱ自分の、いつだったら自分出さない方がいいんだなと思って。こっちだよ、お前。うまいね。まあ、でもね、はい、まあ、楽しくやりたいし、まあ。楽しくやってるんで。うん。で、まあ、ビジネスですね。で、まあ、お客さんが見てとかよくコメントも来るけど、まあ、うん、まあ、それも含めてのうちだからさ、はい、隠してどうのこうのじゃなくて、俺はもう一生懸命仕事はしとるから、もちろん。はい、で、現場に出てる方たちも本当にそう、もう本当に把握しばってうちはやってると思う、はい、もうゆるい子をすぐやめてけーって平気だし、まあ、やめてく環境、まあ勝手に自動的にやめてきますもんね、やめてく、はい、うん、で、なんだかんだ言い訳してこいつらどうだとかああだとか言い訳はしてやめていくけど、はい、結局やっぱりやってる子たちがいっぱい集まってるから、塗装の方もそう、職人さんもそう、一人館もそう、足場もそう、シーリング防水もそう、まあ、実習生もそう、はい、だからやっぱ一緒にやってるやつだから、そうでしょ、あの、例えば野球チームでさ、はい、部活動で、はい、全国大会目指しとる野球チームと、はい、ね、もう地元で楽しくて毎日みんなで遊んでボール投げてキャッチボールして、はい、今日毎週練習試合できりゃいいやっていうチームじゃ、やっとること全然違う、やっとること全然違うっすね、全然違う、はい、でそういうところにやっぱ行ったら、いや俺はもう別にね、野球別に試合だけやれたらいいんだわみたいな子たちはやっぱりやめてくし、はい、それがいい悪いじゃなくて、はい、やっぱ会う子が残っていくっていう環境が俺はベストだと思うし、う、ね、はい、だけど逆にうちみたいな、そのね、じゃあ全国大会で優勝するんだ、ね、あの甲子園出るんだって言ってるチームに、はい、その毎週試合だけやれやいいよっていう子がおったら、その子がかわいそうだし、はい、うん、お前の言葉を借りたら、うん、まあ、はい、不快にさせたらごめんねって俺が言ったらなんか言ってほしいよね、でも多分アンチコメント出たりするだけごめんなさいね、本当にね、汚い大人になっちゃった俺も。汚い大人、大人全員汚いですよ。そうそうそう、でも水晶の上ももうちょっときついこと言わんとか、ね、まあそうですね、うん、はい、だけどまあ本当に楽しくやっていきたいなと思います。はい、でまあ声かけてもらうのは本当に嬉しいことですけど、はい、まあまあそのしょうもないこと言われて、まあこと言われたらやっぱ、まあ、こっちもやっぱ嫌な気分になるし、うん、まあ、言われた方も言ってる方も嫌だと思うんだわ、嫌な気持ちだと思うんですよ、うん、逆に。だからまあそういうのだけちょっとね控えてもらえればなと思いますし、はい、うん、まあ何の動画ってなるけど、まあまあ、絡まれましたっていう、うん、はい、絡まれましたと、はい、うん、まあ、今日の、ね、朝、またこれから現場行かれる人も多いと思いますけど、はい、うん、まあ、ぜひまた今日も一日怪我をしないように頑張ってください。はい、ご安全に。まあ、最後に求人道場のお話なんですけど、今100何十社って言ったかな、30社ぐらい登録されたって言ったかな、はい、で、求人広告出しようのが50社、60社で、もうさらにね、もう次バージョンアップのもうミーティングも始まって、アップデート、はい、さらに使いやすくなるようにっていう風で、まあ、求人道場のサイト、はい、要はあの誰でも個人事業主がでも求人出せる、はい、でも1000社目標で、1000社まで無料にしとったけど、はい、ちょっとごめん、あの500社に変えました。あ、でもこの勢いだったら500社下手したら年内か来年、まあ、3月4月にはもう行っちゃうかなと思うんですけど、はい、500社まではまず無料、はい、でそれ以上はやっぱ俺はもうこれさらにもうアップデート結構早い段階で投資が始まってるから、はい、アップデートするだけでもまた何百万っていうサイトやるから、はい、やっぱまあね、やっぱ最後はやっぱ利益回っていかなあかんし、商売にしていかなあかんし、はい、俺も、やっていきたいと思ってます。ただもう本当にね、もう個人事業主が本当に、まあ、ネットとか調べると分かると思うけど、求人とか出すの15万20万かかる時代、まあ、今ちょっと安くなってきてるけど、はい、オンラインだったらさ、もうちょっと安いのもあると思うんだけど、はい、なかなか10万15万だし、本当にうちも何百万って求人広告費出して1人2人取れない、はい、逆に個人事業主で近くにあるなっていうふうで、やっぱ近くメリットってあるから、はい、どんだけうちでも大きいとこでもやっぱこうやって出したら、みんな時とか店舗があるところら辺の人しか反響来ないから、はい、うん、逆に本当に出して、本当にね、何百人も1日見に来てるから、出してぜひどんどん成長して、
で、足場の勉強会とかも今やり始めてるから、みんなで本当に成長して、この YouTube に、はい、塗り替え道場の YouTube をかけて見たおかげで、建設業として成長して、お互いに成長していきましょう、みたいな、はい、ことができるといいんで、はい、ね、ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい。学びです。